FMK の案から始まる沖縄県のサッカーを盛り上げていこう6月8日水曜日時刻は午後10時を回りました、えー、皆さんこんばんは <laughs> 沖縄県のサッカーを盛り上げていこうパーソナリティの小山のとでございます 昨日の試合どんなだった <laughs> いきなり何言ってるのって感じそうです、ね、昨日の、ね、キリンカップの決勝もう多くの人が見たと思うんですけどね、まあ、結果的に、ね、負けてしまいましたけど、うん、見どころ満載の試合だったのかなって個人俺的には、ね、思いますけどねみんなどんなでしたか、ねうんあのー、やっぱりねあのなんだろうテレビで何回も繰り返して。 この出てる流れる場面が多いからか分からないけど俺的にはねあの1点目を取った時の宇佐のみのドリブルよかったなあってあれで生ビールがお借わりできるなーっていうのは <laughs> 俺ぐらいかなよかったなーでも面白いところたくさんだったんだけどねまあえーいっぱいいろんな人が見てくれてると思うんですけどえ皆さんはどんな感じで 昨日の試合、はいえー、見てたのかなと思うんですけどね、またラジオの中でも、うん、いろいろこんなお話もしていけたらなと思いますのでね、はい、皆さん、今週もよろしくお願いいたします。はいはいえー、じゃ早速いきましょうね はい、えー、沖縄県のサッカーを盛り上げていこうはサッカーを中心とした情報バラエティ番組でございます、えー、沖縄県のサッカー情報はもちろん日本代表からフットサルビーチサッカーそして女子サッカーやキッズまであらゆるサッカー関連のお話の中毎月お題を決めてワイワイ楽しく会話をしていきましょうというまるで居酒屋さんで飲んでいるようなゆるい番組でございます、えー、午後10時半までどうぞお付き合いくださいませよろしくお願いいたしますこの番組はあなたの専属トレーナーになります沖縄型接骨院 真心美味でご提供。居酒屋魔淳。反乱注意のハンバーガーショップ。チムフガス。以上、各社の提携でお届けいたしますよ。よろしくお願いしますね。はい。一応ですね、あの、今週、今週、 今週も、まあ、県内のちょっとサッカー情報を、ねまあ、いろいろお話ししていきたいなと思うんですけど、まあ、中でもこの、えー、先週いっぱいか行われておりましたの、えー、高校総体インターハイの、ねえー、結果だったりあーといろいろ、ね、お話ししていきたいと思いますので、はいえー、一緒にです、ね、沖縄県のサッカーを盛り上げてくれる皆様からの緩いメッセージをお待ちしております。よ。 はい、えー、現在でお聞きいただいています FM 機能案のホームページより番組へのメッセージリクエストはこちらと書かれたバナーをクリックしてもらえると、えー、メッセージを送ることができるページへと移動できますので、えー、そちらにですねあの沖縄県のサッカーを盛り上げていこうとお書き添えの上ラジオネームもお忘れなくお送りください。よろししくお願い,いたします 一応ねあの、メールアドレスもお話ししておきましょう。えー、7 9 7 f m g i n o 1 c o m もう一度言いますね。7 9 7 f m g i n o 1 c o m でございます。沖縄県のサッカーを盛り上げていこうに対する、えー、質問やお知らせ、報告などなどいろいろお待ちしておりますので、皆さんぜひよろしくお願いいたしますね。はいはい。一応、昨日ね、ちょっと代表戦、 あのー、お話を、ね、ちょっとやったんですけど、あのー、なんすか、ちょっと繰り返し的になるんだけどさ、あのー、得点シーンの、ね、宇佐美の,あのドリブルからのパスうーん1個前に、ね、何度か長友がオーバーラップしててディフェンダーが、ね、それにつられてちょうど、ねあのー、ディフェンスとディフェンスの間の門が開いてそこに緩急をつけたドリブルで宇佐美が切り込んでこのアシストというような感じだったんですけど。 よかったなあやっぱりなあ今思い出してもちょっと生だか飲みたくなるような <laughs> どんなだった結構ね見どころ満載だったかなと思うあの要し要所でねあのここもよ結構テレビでね取り上げられてたんですけどなんだろうあのー、朝のガロスタイムで外したシーン <laughs> 外してないかパスを選択しただけかあもうねあの 日本全国もうなんていうのいろんなところからね「朝の!」って <laughs> 俺だけかなあまあねまあ、うん、その前の試合がねもう俺オレしてたのにまああそこでパスを選択うんそうだよなまああの場面あの時間帯だしねあれがまあ前半だったらとかうんちょっとね 1 0で勝ってたらとかね、ねまた場面によって随分違う選択肢ができたのかなと思うんですけどね、もう大きなねちょっと勉強代払ったような感じでね、もう次はね、ちょっとガツンとね、決めてもらいたいなと思うんですけどね、うーん、あ、じゃあね、何が言いたかったかって、あの朝野にパスを出したあの清武のパス、あーあれも最高だったね。う 一人でね、一人で、そうそう、あの、<laughs> 子供もまだ起きてたんだけどさ、一人で <laughs> 大絶叫してましたよ、昨日は。うん、皆さんのね、あの、ここが良かったんじゃないかみたいなのもね、また教えてくれたらなと思いますよ。<laughs> よろしくお願いしますね。はい一応ですね、この、あの、まあ、ちょっと番組冒頭でもお話ししましたけど、先週土曜日に決勝戦が行われました、えー、沖縄県の、えー、高校総体。 インターハイですね、えー、サッカー大会の結果を、えー、お話ししたいと思いますよ。えー、決勝はですね、那、あ、覇、のー、西高校とギド堂ンの、宜野湾市にあります普天間高校が、うん、久々に、ね、決勝まで進みましたのでね、まあ、結果的にはこの那覇西が、えー、普天間高校を4対2で下して、3年ぶり14回目の優勝を果たしてはいるんですけど、 よかったですね、普天間高校ああ、もう、FM 能案的にはね、この、議論高校も、はい、中ームもちょっと負けてしまって、普天間がね、ずっと残ってて、来週、あ来週じゃない、先週のね、ラジオ終わった頃には、普天間、頑張れみたいな、うん、ところであったんですけど、まあ、結果的にはね、あの、4対2。うん、でもね、見てて、俺は面白い試合だったので、うん、多くのね、また、あのー、 関係者もちろんね選手、えー、スタッフ、えー、あの場にね入れたっていうのはとてもとても大きな、うん、あの経験にな,るなりますのでねこれをまた次のね選手権だったり生、うん、かしていってくれたらなと思いますねうんあの先週もさちょっとお話ししたんですけどなんだろう新人戦春に行われたね新人戦の時と比べたらやっぱりね各高校高校のこの なんていうのかな。一人一人のこのレベルの。なん、なんていうの、このアップの仕方っていうの。うん、だいぶ違うチームになってたなっていう印象がさ、やっぱり。決勝戦を見ても、やっぱり思うような。うん、大会でしたね。こんなにやっぱり変わるんだなって。うん。やっぱりね、終始思うような大会でした。うん、で、あの那西優勝したね、那覇西高校は、あの。 この新人戦では初戦で、ねまあ、負けてしまって今回の大会はこのノーシードだったんですけどぎりぎりとまではいかなくてもうん、まあ、そうですね1回戦が8 0 <laughs>、ね、あ0 2回戦は、ねまあえー、延長で浦添、えー、高校に、まあ、勝利してその次が岐阜安高校で、えー、その次が、えー、富城か うんでえー、と西原高校を破って決勝戦はね普天間との試合を制して3年ぶり14回目の優勝を果たしているんですけどねあのうん那覇西高校のこの個人個人の選手のなんていうのこの能力というかもうガタイもさえー、お前社会人だろみたいなのもいるわけ <laughs> いやはりこれダメだめなら怒られそうだな <laughs> でもすごいわけさうん。 重ねていくたびにやっぱりチームとしてとってもまとまっていくというかなんていうのかな見てて楽しかったしさあ,あすごいな那覇西また選手権の時にはものすごくこの強くなってるんだろうなというような、うん、イメージを持ちましたねはい、まあえー、ここね数大会はあの優勝からちょっと遠ざかってはいたんですけどこの那覇西のね時代がまた来てしまうのかなっていうような うん感じの残る大会でした、ね、まあ他のね高校もちろんこの技能高校そして準優勝しました普天間高校も含めてねあの妥当な話というかねうん目指す目標はなな <laughs> できたのかなって感じもありますのでねうん今後の大会もちょっと注目だなと思いますよはい、えー、そしてですね、あのー、並行して、えー、インターハイ、えー、女子の方も えー、同じく、ね、土曜日に決勝戦があったんですけど、ね、もう三里対三郷高校対、えー、小座高校の決勝だったんですけど、ね、なんとうん長年優勝してました、えーね、えこの頂点女子サッカー高校女子サッカーの、ねえー、<coughs> 頂点に、はい、もう十数年もうね君臨してたこの三郷高校が。 えー、小座高校との試合でですね1対0ではい小座高校が優勝しました、おめでとうございますよかったね、もう決勝戦の,このスコア自体は、えー、1ゼ0で、自分ゴールでこの試合ちょっと見てないんですけど、いやー、いいですね、この女子もなんていうんですか、新たな時代が始まるような感じですかね、うーん三郷一強とまではいかなくてもね、この三スト高校の女子サッカー部のこの ね、王者としての沖縄県のナンバーワンとしてのこのうん座がちょっとね他の高校のうんレベルアップでちょっとずつねこの変わってくるのかなっていうのは、うん、結構楽しみだなと思いますねで女子のさサッカーチームもこのインターハイ、えー、出場してる高校が25校沖縄県内でねあるんですよでもう そうだよね数年前まではさ、本当にこれの半分ぐらいだったから、だいぶ上がったなとも思うし、やっぱりあのなでしこがね、ワールドカップだったり、オリンピックで、うん、あんな大きな活躍してっていうのも、もちろん影響はあると思うんですけどね、男子の方がさ、53校出てるわけ、まあ、えー、それを考えると、まあ、約半分になるんですけどね、うん、女子サッカーもこれからどん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 盛り上げてくれたらなと思いますけどね、はい、まあ、番組でね、いろいろ、うん、またいろんなお話ししていきたいと思いますので、また盛り上げていけたらなと思いますよ。 というお話をしているうちには、はい、相変わらず時間調整ができないので、<laughs> この辺で、えー、一旦 CM 入れたいと思います。 はいはい。今週もですね、沖縄県のサッカー情報をお届けしていますよと、はい。コメントが、うん、えー、来ていますので、読ませていただきたいと思います。どうなりちなさん、えー、こんばんは。ういーす、こんばんは、えー。日本キリンカップ4連覇ならず、4連覇がかかってたんだ。ははははは。 <laughs> ごめんごめん。ああ、それにしても日本は、えー、代表監督の母国と対戦すると勝てませんねって。うん。2000年は、えー、トルシエ以降、え1、ー、分け6敗。ああ、そうなんだ。すごいな、どうないうさん。やっぱり来る <laughs> ここ。<laughs> ああ、あと1個、はい。<coughs> 野内内さんからも「えー、小ザコってスポーツ盛んなのね」って「うん陸上駅伝ラグビー、えー、全国大会の常連だよね」って「うんこれに樹サッカーもありますか?」そうだよねそんなって考えたらねなんか青森山田みたいな感じになるのかないい席か <laughs>、うん、でもなんかスポーツが盛んな、うん、このイメージってやっぱありますよねうん中西もやっぱそうなんだけどさ、うん、小ザコウもなんか うん、自分も同じ感じです。うん。そうでね、ラグビーとかもね、がっつりだもんね。うん、そっかそっか。はい。えっ、ー、と、じゃないじゃない、待ってよ。一回、落ち着こうな。<笑><笑>そうそう、お話ししないといけないことが、あといくつかありまして、えー、っとですね、あのー、県出身の J リーガーの、はい、情報をいくつかお話ししておきましょう。はい。えー、っとですね、 J2 で、はい、松本山鹿に所属しています、藤間史武選手がですね、先、は、週、いえー、行われました試合で、はい、決勝のヘディング、ゴールを決めまして勝利に大きく貢献しておりますよ。皆さん、結構ね、いろんな番組でもメディアに出てたので、あのー、目にした人、この耳に残った人多くないかなと思うんですけどね、はいえー、沖縄県小籠中出身の27歳で。 遠間、えー、選手トーマ選手自体ね、あのー、いろんなチームを、えー、渡り歩いてきて今はこの松本山川っていうチーム長野の、ね、チームにいるんですけどもうあれどんなだったかな間違ってたらごめんなさい <laughs> 間違った情報を言う前提なんでしょう俺 <laughs> これ確かに遠間選手はあの開幕からずっと先発で試合出てるはずなんですよ出てったよ うん、<laughs> 出てたと思う、うん、すごいっすねどうん、皆さんこのうちなんちゅうがさこの J リーグの舞台で活躍してるってとってもとてもあのうん素晴らしいことだなと思いますよはいであの他にもさ、まあ、赤嶺選手も、えー、フル出場で試合に出てましてあの勝利にね大きく貢献してます赤嶺選手もさあのずっと J リーグの方はねずっと先発で出ててずっとフル出場してるんですよ、フォワードでさあの先発でずっと出ててずっと試合交代もなしで出てる選手ってなかなかいないのかなと思うんですけどね、うんやっぱすごいなと思います。はい、であとあの、J1 の方でもね、えーまあ、今回、名古屋グランパスは負けてしまったんですけど、あの今シーズンから、ね、キャプテンを務めています、えー、田口選手の方も、うも、んえー、フル出場していますのでね。う またまたね、えー、ちょっと楽しみかなと思うんですけどね、まあ、今はね、現状でう内南町の J リーグ、J1 にいる選手はこの田口選手しかいないんですけど、うん、まあね、もっともっと J2 には結構いますのでね、うん、盛り上げていって、来年はね、来シーズンはこの、う J1 にもう内南町の選手が多くね、うん、進出してもらえたらなと思いますけどね。はい <coughs> はい、でですねあと一つお話ししておきたかったのが、ですねそうそう、危ない危ない、えーっとですね、今週の日曜日、えー、J3 のリーグが、はい、また FC19 の試合もありますよ。ただ、今回はあのアウェーなので、えー、AC 長野パルセールとのアウェーの試合が FC19 ありますね。で先週が なかかったのかでその前の、ね、自分行ってきたよという試合は1対1だったので、まあ、順位をちょっと1個下げて何だったかな5位うんうん、なってはいたんだけどその次がね、あのー、今度の日曜日じゃなくてその翌週の試合が、えー、沖縄県陸上競技場にて、うん、6月19日の日曜日えここも、えー、午後5時からの、はい、試合もありますのでね、うん、またいい時間、 じゃないですかこの夕方から見るっていうのもなかなか面白いのかなと思いますのでねいろいろあのー、皆さんねタイミングを合わせて、うん、この FC 琉球の応援も一緒にねやってくれたらなと思いますよはいあといくつかちょっとお話がお話というか、えー、報告がねえっ、ー、と先週過ぎた日曜日からですね、えー、沖縄タイムス杯争奪沖縄県サッカー選手権大会 が、えー、開催されております。この大会はですね、あのー、第96回天皇杯、えー、全日本サッカー選手権の沖縄県予選も兼ねております。皆さん知ってましたかあのー、元旦に行われる天皇杯、沖縄県予選もあるんですよ。<laughs> あのー、年に、あのー、毎年ではないんですけど、この本選にね、出場した場合、沖縄県予選を、えー、突破して、本選に出場した場合は、あのー、 1>, 1回戦がね、沖縄県であったりするっていうのもね、これ、2年に1回かな、まあ、トーナメントのこの、なんていうんだろう、組み合わせ的なあの問題もあると思うんですけど、沖縄県内でもね、この天皇杯、えー、初戦がね、行われたりもしてますので、うん、ぜひね、あのこの辺もねあもうまくね、この勝ち、沖縄県の代表がね、勝ち進んでいけば、J2 のチームだったり、ね、 J1 のチームだったりと対戦する、うん、場合もありますのでねあの皆さん本当にこれちょっとね応援していただけたらなと思いますよであの過ぎた6月5日に行われたのは、えーまあ、2試合だけなんですけどこの2試合で、えー、琉球大学と、はい、沖縄国際大学のサッカー部がそれぞれね初戦を突破しておりますであの今週の日曜日また、えー、そこからは少し 考えてねまた決勝戦の方はまあ8月14日とだいぶ先なんですけど、うん、これはですね、あのー、FC 琉球あと県内のね1部リーグの各1部リーグに、えー、所属している各チームとあと、えー、今ねちょっと紹介しました県内の、えー、大学あとですね九州リーグに参戦しています、えー、開放銀行サッカークラブもねこの沖縄県予選の方に出場してますので、ねうん、またねこの 番組で、うん、いろいろ、ね、お話ししていきたいと思いますので、ね、皆さんまたよろしくお願いしますよ。はいはいでですね、あと1つ、えー、これも、ね、あの決勝戦は決まったよって言って、えー、っと3週ぐらい空いてるのかな、あの <laughs> これも、ねえー、沖縄県社会人サッカー選手権大会っていうのが、えーっとですね、あの5月の8日から スタートしてたんですけど、えーとですね、今のところあの決勝進む2チームはもう決まっております、うん、で1チームがです、ねまあ、この番組でもよく、えー、お話しさせていただいてます沖縄 s v o オ s p パ,、ね、パーと,、えー、とオロッククラブが、えー、決勝戦にコマを進んでいまして6月19日の日曜日 <laughs> 沖縄市陸上競技場にて、えー、午前10時から、うん キックオフで開催されますのでね、あのー、この決勝戦はあのー、やばい、俺、先週も聞いとくって言ってたのに聞いてなかったんだけどさ、確か無料で <laughs>、確か無料で入れると思いますので <laughs>、ぜひね、皆さん、あの <laughs> メットにね、あのー、見れる試合ではないと思いますので。う 皆さんね、あのー、タイミングを合わせて見に行っていただけたらなと思いますよ。もう一度言っておきましょうね、6月19日、日曜日、えー、午前10時より、えー、沖縄 SV 対、えー、オロククラブの、えー、決勝戦が、沖縄市陸上競技場にて行われますのでね、うん、ぜひ皆さん、そっから、1週間余裕があるから、決勝戦無料で入れるかどうか、調べとこうね、<laughs> いい加減、うん、<laughs> よろしくお願いします。<laughs> あとね、ちょっといくつかお話ししたいことがね、あったんですけど、ギリギリいけるかな大丈夫かなこれね、ずっとずっとお話ししたかったんですけど、なかなかお話しできなかった。えー、っと、あ、違うな。あ、ダメだ、これ。読めない。<laughs> ごめん、ごめん。はいはい、申し訳ない。<laughs> 持ってきた資料が全然違う資料だった。すいません。 えっとですね、今日はいろいろ高校サッカーインターハイの、ね、結果だったり、えー、天皇杯の沖縄県予選あと沖縄県社会人サッカー選手権の,、ね、あの大会とかをいろいろお話ししたんですけど、えー、っとやっぱりねあの会場に。 できるだけちょっと足を運んで、えー、選手の、ねあのー、生の声だったり、うん、会場の雰囲気だったりっていうのをいろいろここでねお話ししていって、うん、この番組名にもなっているんですけどこの沖縄県で、ね、サッカーに関わってる人のいろいろねこの盛り上げていけたらなと盛り上げるお手伝いをできたらなと思ってますのでねいろんなことをちょっと企画して、うん、この番組でお話ししていけたらなと思ってますよ。で、あのー やっぱりね、その中でも高校サッカーは見てて自分ちょっと楽しいんですよ、うん、何回かここでもお話ししてたんですけどあの、やっぱね、高校野球はね、甲子園がある分、うん、やっぱり自分もサッカーばっかなんですけど、やっぱりテレビでね、応援したりもしますし、うん、高校サッカーも、うん、甲子園にね、負けないぐらいの、なんていうのかな、盛り上がりがね、あの来るといいなと、本当に心から願っておりますよ、うん。なのであの <coughs> 今回ね、準優勝しましたあの普天間高校のサッカー部、うん、に対してのちょっとインタビューだったりもう女子もね、コザ高校が初優勝していますので、うん、この辺のの、ね、お話もいろいろ現地に行って、うん、お話聞けたらなと、はい、思いますのでいろんなこと,、ね、ちょっと企画したいと思ってますが皆さんからの、ね、ちょっとリクエストもこんなことやったらというのがあったら、うん、また教えてもらえたらなと思いますよ。よろししくお願いしますねねえっと、ね コメントが来てるんだけど、これ <laughs>、俺、笑われてる <laughs>。ラムさんから <laughs>。ラブさんでいいのかな大丈夫か <laughs> もうすいません <laughs>。笑ってください <laughs>。ありがとうございます <laughs>。はいはい、もうこんなこんなえ話しているうちに、6歳もですね、残り1分少々となってまいりました。今週もですね、いろいろお話ししてきましたが、30分間お付き合いいただき、本当にありがとうございました。まあね、 <laughs> いつも通りこの時間調整もできず、えー、バラバラな感じでおしゃべりしていたんですけどねうんあのー、ちょっとインターハイも終わってコマ、えー、の時には少し落ち着くのでまあ6月終わりぐらいからかなちょっと大きくねお題を決めて、うん、番組も進めていこうかなと思ってますので、ね、いろいろはい企画してちょっと一周ではねおしゃべりできない企画が あるので、うんうん、ちょっと大きくね時間を割いてやってみたいなと思ってますよ。よろしくお願いしますね。おっとやばいやばい。はいはい。えー、この番組はあなたの専属トレーナーになります。沖縄型接骨院、真心ころビでご提供居酒屋マジュン、反乱注意のハンバーガーショップチムフガス。以上各社の提携でお届けいたしました。えー、来週もですね居酒屋さんで飲んでいるようなゆるい番組をお届けしますのでまた来週も聞いてください。それでは。